大門博士は、石川県出身の元自転車競技選手、自転車競技指導者。現在は、チーム日保プロボンス PTS、コンティの監督。日本を代表する名選手、名監督として知られている。中京大学時代にはインカレで連覇を果たし、1984年に、島のレーシングに加入。しかし、1985年8月12日に、 日本航空123便がオスタカの尾根に墜落した事故で辻正則が死亡した影響を受けて同チームを離れることを決意。1986年よりスイスを拠点とするチームに移籍した。それ以降、南スイスを拠点にスイスのチームで長年活躍する。1990年はスイスのマビックギタネ V シールガーノで活動するが日本で結成された。 最初の本格的なプロチームエプソン・ボスコにも所属した。1991年、スイスのマビック時短、ティーチのビータに所属しながら、日本歩道に加入。日本のレースでも走るようになり、圧倒的な成績を残す。同年の全日本選手権で優勝、トラックレース世界選手権、アマポイントレースで6位に入る。1992年のバルセロナオリンピックでも、 ポイントレースに出場し11位。また、ヨーロッパで日本のナショナルチームを結成、イタリアを中心としたレースで好成績を残した。1994年に日本歩道専属となり、1995年の選手兼任監督に就任。日本歩道の選手兼任監督を経て、1996年より同チームの GM、監督選任となる。 チーム日報は大門の下でアジアでもトップクラスの成績を誇るチームへと成長した。また全日本ナショナルチームの監督もしばしば引き受け指揮を取る。2007年には浅田県と共に日報コーポレーション、梅丹本舗、エキップ浅田の監督をも務めた。2010年には若手育成のためベルギーにチームユーラシア無制バイク数を発足させた。このチームには 元世界チャンピオンのヨハン・ムセウがアドバイザーとして加わっている。日本切手のヨーロッパ通りであり、エキップアサダ代表のアサダ・ケンラと共に日本のロード界のため長年尽力してきたことで知られている。現在、トップシーンで活躍する日本人選手に大門の世話になっていない選手はいないと言われるほど地道に日本と世界の橋渡しを行っている。 大門の導きにより、スタッフ、選手、メディア、関係企業に至るまで、多くの自転車関係者が世界へと進出している。自分のキャリアとして残らないようなことでも、日本の自転車競技会のためと思えば、そこに手を差し伸べるような、影で暗躍するタイプの人物だと、元選手で、現チームユーラシア監督の橋川健は評した。一見怖そうで、 J スポーツ等の解説でもムスっとしているが、実は意外と優しく、面倒見が良く、選手からの信頼も厚い。自分のことよりも常にチーム、選手のことを考えている。尊敬する監督は、島のレーシング時代の辻正則。ありがとうございます。